皆さんこんにちは、タナトスです。90秒でわかるグリザイアファントムトリガー講座の時間よ。グリザイアファントムトリガーはグリザイアの果実から続く美浜学園のお話。美浜学園は昔はいわくつきの学生を集める学校だったのだけれど、今では悪人を始末するエージェント、通称ソードを養成する学校になっているのね。警察や自衛隊では対処できない事件を任される彼女たち、悪者にバチコーンかましているの。そんな美浜にやってきた教師の有坂は着任早々犯罪組織にさらわれてしまう。愚かね。有坂先生のピンチに駆けつけたのは美浜学園の生徒たち。揉め事を収めるのが彼女たちの日常ってわけ。ラーメン美味しそうね。この前の事件では姉妹校の京泉桜ヶ丘と協力して作戦に当たったのだけれど、政府のお偉いさんとマフィアのおじいちゃんが移植用心臓をめぐって大喧嘩しだしたのよ。迷惑すぎるわ。悪かったよ。そこに敵として現れたのがマフィアの運び屋兼殺し屋のマキ。実は彼女レナの幼馴染で妹分だった。2人は生きるために殺し屋を養成する組織で訓練を積んだ。片や日本の政府組織に、片やロシアの犯罪組織に買い取られるなんて運命は皮肉ね。なんだかんだで決着がつき、なんやかんやでマキは美浜に引き取られる。やはり90秒では何も伝えられないわね。それはさておき、グリザイアファントムトリガースターゲイザー、この後すぐよ。